まず、今日のお話ですが、スワップというものについてお勉強しましょう。で、1、2、3弦がいわゆる普通のスワップで、最後、4弦目は、スワップと言ってますが、クレジットデフォルトスワップとか言って、厳密にはスワップというか、保険みたいなもんなんで、ですが一応一緒にやっちゃいますよということです。で、そもそも金融資産の取引方法にはどんなものがあるかというのからスタートしていきましょう。で、この取引方法には大きく2種類あります。一つが取引所取引というもので、株式の取引って言ったら、皆さんこっちをイメージすることの方が多いと思います。で、それは何かというと、組織化された取引所ですね。東京証券取引所とか、大阪取引所とかね、そういうところが仲介役となるんですね、売り手とか相手の。そしてあらかじめ決められた金融商品を売買するというわけですね。金でも、金融商品でに限らずコモディティでも、コモディティといいますか、金とか銀とかですね、原油とか、そういうのも取引所で取引されます。決められてるっていうのは、例えばね、99.99%以上の純度の金を取引するとかね。そういうところでは99.98%の金じゃダメなんですね。また株式も、トヨタの株式だとか、そう決められたものが取引されてるんですよと。そして、ある金融商品が新たに取引所での取引対象となることを上場と呼びます。で、この上場されると、誰もがこの買い手として参加できますので、そんで買ったら売り手にもなれますよね。そんな感じで、多くの人に売買してもらえるということになるわけです。ですが、その上場された時に、取引されるものがどんなものなんだろうかと、質を気にしたりしなくて済みますよね。こうちゃんと商品が決められてるんでね。まがいもんじゃないかと。そういうのは、メルカリなんかで取引する時は皆さん気にするかもしれませんが、そういう気にしなくていいわけですね。仲介役となってくれるからね、取引所が。で、この取引所取引について詳しく行く前に、ちょっと1個戻って、もう1種類何かというと、店頭取引と言います。オーバーザカウンターと OTC と呼ばれたりしますが、それはですね、取引所取引以外全部の取引は店頭取引ということです。店頭って言ってますが、別に店がある必要はなくて、個人と個人で取引しても店頭取引と。取引所取引以外は、みんなで主役して取引するもの以外は店頭取引ということです。で、このデリバティブいろいろやってますが、商品によって取引所取引だったり、店頭取引だったりするわけですね。で、取引所取引また詳しくやっていくと、その取引がどういう内容で成立するかというのは、取引所のルールに従って決められます。例えばですね、売り手と買い手どうやって組み合わせるかとか、よくあるのは、売り手は安く売ってくれる人を優先、買い手は高く買ってくれる人を優先的に相手と組み合わせてくれますよと。で、価格優先のルールですね。そして同じ価格を出してる、注文出してる人同士だったら、先に出した方を、優先的に取引させてやると。そういうルールとかですね。それは一つのルールでしかないので、様々なルールが考えられるわけですけども、そういうルールというのは取引所が決めて、うちはこういう取引ルールでやりますんで、注文出してくださいって言って注文募るわけですね。で、じゃあ取引成立価格はどうやって決まるかと。これも、ルール次第ですよね。で、リアルタイムで、注文を出してもらって、で、組み合わせていくというルールもあれば、あるいは一定時間に一旦注文を集計して、買い注文は高い順に並べて、売り注文は安い順に並べて、
そして、交わったところで、まあ、状況曲線を書く感じですね。交わったところでカーゴを決めますよとかね、そういうルールのやり方もあります。まあ、そういうの、日本語だと板寄せと言いますが、あるいはリアルタイムね、売り手買い手の注文をリアルタイムで更新していって、で売り手の価格と買い手の価格が一致したら取引させて、でその人たちの注文は市場からはけて、また残った人同士で価格交渉していくという、まあまあ、ダブルオークションといったり、ザラバと呼んだりする取り方で取引のやり方もありますし、まあ、そういうのは取引所のルールに従って決められますよと。また何単位の取引は成立するのかという場合ですね、そういうやり方も、取引所がルールを決めます。で、当然ね、取引所取引なんでどういうルールで取引成立価格と数量を決めるというのはもう公開されているわけですね。でそれを見れば誰でも分かるわけです。そして、お金と売買対象の交換時期とか交換方法、これも、ね、取引成立したら2日後に振り込めとかね、あるいは、10月30日の、どこどこに、何時に正午までに、取引所が指定する倉庫に金とお金を交換しに来いとかね、まあ、そういろいろルールがあるわけですね。で、他に売買の時間帯もこの取引所は、うちの東京証券取引所は朝9時から、午後3時まで取引してますよと、まあ、そういうようにね、取引のする時間帯なども取引所がルールを決めて、でその公開されたルールのもとで取引していくというわけですね。希望者は注文を出していって取引成立させていくというのが、取引所取引です。でまあ、昔はですね、売買注文をする人が取引所に集まってたわけですね。まあ厳密にあの取引注文を売買するのを委託された人が、昔のバブルの頃の映像とか見たことあるかもしれませんが、手を使ってリーダー買いだってやって、で取引整理させていくと、そういうのをやったわけですが、まあ、今はもうみんな自動化されているわけですね。電子化されているという状況です。で、この取引所取引で取引が成立すると、その価格とか数量は公開されるわけですね。で報道されるので、透明性が高くて、またそのおかげで、今どこどこ社の株はいくらだとかね、そういう情報が、世間に共有されるわけですね。だからその価格を見れば、現在のその企業の将来の業績に対する見通しはどうなのかとか分かるわけですね。またその株価だったら集計した日経平均株価とか東証トピックスとかが公開されて、それで日本全体の先行き、経済への先行きはみんなどう思ってるのかとか、そういうのが分かるわけですね。それがまあ店頭取引だと、うちうち内々で取引されるような場合は公開する必要はないわけですんで、透明性が高いわけですね。で、売り手と買い手が、まあ、売り注文が成立、売り注文出してで相手が見つかったと、買い注文出して相手が見つかったと、それで取引成立になるんですけども、厳密にはですね、その売り手と買い手の間で直接取引するという感じではなくて、売り手は取引所相手に売って即座に、その量を買い手に渡すと、取引所が仲介になって相手に、取引所相手に買うと、買い手はですね、まあ、そうやって間に取引所が入ることによって、この参加者というのは信用リスクを回避することができるわけですね。でこれ何かっていうと、例えばあなたが商品を買いましたと、そうした時に本当に商品もらえんだろうか、株私に渡してくれんだろうかと、お金振り込んだのに株もらえないとか、そういうことを気にしないで済むんですね。買い手は、より信用の高い取引所相手に物を買うことになるんで、買い手から見れば本当に商品くれるだろうか、お金だけ振り込んで逃げられないかとか気にしないで済みますよね。また売り手は株渡したのに代金振り込まれないとかだったら困りますよね。ですが一応形上は取引所が一旦仲介して取引する感じになるので、ちゃんと信用のある取引所相手に
取引するということで、ちゃんと代金は受け取れるというわけですね。それを、信用できると。ですから、そういうのを信用リスクを気にしないで済むわけですね。まあ、個人的に皆さんがネットでね、その売買したことある人いると思いますが、ね、こういうのがあるんじゃないですかね。本当に物を送ってもらえるんだろうかと。で、そういうのをこの取引所取引というのは気にしないで済むというのが、いい点なわけですね。一方、店頭取引というものは、まあ、オーバーザカウンター OTC と頭文字で、これはどんなのかというと、取引所を経由しないものです。で、電話とかメールとか、あるいは会談とかで、直接交渉するんですね。間に誰かが立つ感じじゃなくて、直接交渉して、で、契約条件を決めて、で、取引するというわけですね。ですから、まあ、取引所取引以外の、まあ、日々皆さんがやってるような取引っていうのはこれですよね。オーバーザカウンターの取引出すと、まあ、ネット上で取引した場合であってもね。で、なんか取引所取引の方がいっぱい取引されてるんじゃないかと思うかもしれませんが、まあ、店頭取引の方が活発な金融商品というのはたくさんあります。で、特に通貨関係はそうですね。通貨というのは通貨の取引所があって、そこで上場されて円とドルを交換するという、そういうことはしてないんですね。銀行間でネットワーク結ん でそこで注文出したりして、あるいは電話で注文出したりしてね、そういう通貨の現物取引であったり、あるいは先渡し取引ですね。まあ、先物と同じなんだけど、取引所経由してない場合先渡しと言いますので、個人個人で将来のドルと円の交換比率決める場合には、それは先渡し取引となります。他に、通貨スワップといって、まあ、これはあの、後ほどやりますんで、まあ、その時に説明しますね。あとは金利スワップとか、金利スワップは、今回か、説明します。で、他に、今日の予言にあるクレジットデフォルトスワップとか、まあ、ですから今日やる授業の内容は基本的に、店頭取引の内容です。相手と直接交渉して条件を決めるといわゆるという取引方法ですね。では、なぜ取引所取引しないで店頭取引で取引されるんだろうか、ある金融商品は。で、取引所いいところばっかじゃなくて、デメリットもあると。で、何かというと、例えばですね、株をいっぱい持ってる人がいますよと。例えばね、創業者が株いっぱい持ってるとかね、で、金をいっぱい持ってるとか、そういう人が取引所で一度に大量に売るとしましょう。もう株いらん、現金に変えたいとかね。あとはもう特定の会社の株ばっか持ってるの嫌だから売って、いろんな株を持ちたいと、分散化したいと、まあ、何らかの理由で大量に売るとしましょう。そうすると市場に一気に売り注文が出てきますので、で、価格が一気にバンと下がっちゃう可能性があるんですね。で、買う場合も同じで、ある会社の株を大量に買うとか、金を大量に買うとか、そういうことを取引所でしちゃうと、その時点の市場では別に常に大量に市場に大量に売り注文が出てるわけではないので、で、それをいっぱい買っていこうとすると、どんどん値段が上がっていくんですね。で、価格が高騰しちゃうと。だから買おうとしてもね、思った値段で買えなかったりしますよね。もっと高く買わされざるを得ないと。で、そういうことが、取引所取引でやっちゃうと起こるわけですね。で、一方、店頭取引だったら大口の相手を見つけて、じゃあ1株いくらで、じゃあ何万株を売買しましょうと、じゃあ何億円ですねと言って、大口の相手を見つけて値下がりを気にすることなく、注文しやすいですよね。また大量に買うときも、市場で一気に買うよりも大口の相手見つけて取引すれば高騰しないという点がいい点ですね。他に、取引所取引で取引される金融商品っていうのは、標準化されているものなんですね。金の先物だったら純度 99.99% の金を東京の倉庫で受け渡しするだとか、まあ、そういうふうに決まってますよね。
また原油だったらどこどこさんの原油を何バレルと言うんだけど、取引したい金融商品が上場対象になっているとは限らないわけですね。で、例えばジェット燃料だったら上場されてないんで、そもそも店頭取引しか大口の相手見つけて買うしかないですよね。つまり非上場の商品も金融商品も売買対象になり得るわけですね。ですがそれは上場されてないんで相手を見つけて買わざるを得ないと。あとはそもそも上場されてない株式とかもありますしね、大手であっても。高知だったらテレビ局の会社とかは上場されてないと思いますね。で、他に大きい会社ももちろん小さい会社も上場されてない株式会社いっぱいありますよね。で、そういう株を買ったり売ったりしようとしたら店頭取引にせざるを得ないと。で、他に取引所取引だとトヨタの株だったらトヨタの株と現金の交換ということになるわけですけども、例えば金融商品のセットで売買したいとしましょう。例えば、どうしようかな、日経平均の構成銘柄225銘柄をセットで買いたいとしても、それ、取引所で取引しようとしたら225社の注文出さなきゃダメですよね。めんどくさいと。ですが、ETF カードがあるんだけど、それセットになったね、金融商品あるんで、ですが、その上場投資信託とかじゃなくて、その個別株を実際に取引したいとか、そういう場合には、相手が OK する限りまとめて取引可能ですよね、店頭取引だったら。じゃあ何とか株と何とか株のセットを誰か売ってくれませんかと言ったら、相手が持っていれば売ってくれますよね。ですが取引所で取引しようとしたらそれぞれ注文を出さなきゃいけなかったりして大変ですよね。また18金の材料を取引したいと言っても、金と銀と銅と注文しなきゃダメですけども、それを業者相手にねセットで買ったりもできますよね。で、基本的にですね、この上場されてる金融商品っていうのは、コモディティであってもそうだけども、非常に標準化されてると、みんなが、欲しがるような何ですかね、最大公約数的なって言えばいいのかな。あんまり、例えば18金であっても金と銀と銅の比率なんていろいろあるわけですよね。銅の比率を多くしたらピンクゴールドになってと。そう組み合わせがありますが、だから18金のこの比率の18金の売買とかできないわけですよね、上場できないと。人によって組み合わせが好きな組み合わせ違うから。ですが金と銀だったら、金と銀と銅だったら上場できますよね。それぞれ好きな比率で買えますので。ということで、そのみんなが欲しがる共通のものだったら上場されると。でトヨタのプリウスは上場されないけれども、トヨタのプリウスの材料となるような 鉄だとか鉄の、材料とか、そういうのだったら上場されるわけですね、みんなが欲しがるからという感じですね。ガソリンも同じような感じかな。ガソリンというか石油商品もね、原油だったらいいけれども、そこから組み合わせた、生成して作ったジェット燃料は、みんなが欲しがるようなもんじゃないから上場されないと。だから店頭取引になるよと。そんな感じで、取引所取引ばっかではないんですよという話ですね。で、先物取引と先渡し取引の違いをやっていきましょう。で、これはですね、どちらも先物取引って、おとといかな、おとといやったやつは取引所で取引される将来の受け渡し契約でしたよね。将来のこの時点で約束すると、金1グラムいくらで、それを10月30日にやると、そういうものが先物取引です。で、それを取引所で取引するんですね。だから、相手を気にする必要はないですよね。誰が
倉庫に持ってきてくれるのかとか気にしないで、取引所相手に取引してる感じですんで、だからそれは気にしないでいいと。で、先物取引は取引所で取引される契約ですので、前回やったように、荷払いがあるわけですね。取引所は負けた人からお金取りっぱぐれないように日々精算していくというわけですね。そしてそのおかげでちゃんと相手から代金は受け取れると。最後の日のは取引所取り損ねるかもしれませんが、基本的に信用リスクはないわけですね。一方、先渡し取引というのは何かというと、同じく将来の受け渡し契約なんだけども、店頭市場で取引されるものです。ですから皆さんが本の予約で、注文予約したら、これは先渡し取引で、例えば来週入荷されますよって言ったら、来週が受け渡し日の本の、交換する契約ですよね。で、店頭だとね、基本的にキャンセルできませんよとか言われるかもしれませんが、実際には店行かないで払わないってことありえますよね。ということで、これは、本屋からしてみれば、信用リスクというか、絶対に売れるとは限らないですよね、その日に来てくれて。で、値払いもないわけですね。本の場合には価格固定なんだけれども、将来金を受け渡しするよという約束を個人個人でしておいて、その時になってじゃあ交換しに行ったら向こう現れないかもしれないですよね。特に向こうが損する方向に価格が動いてしまったら、そのままバックレられてしまうかもしれないわけですよね。ということで、信用リスクあるわけですね。それがね、もう契約の段階で日々生まれた損失とか利益は日々交換して、現金で交換して最後に交換しましょうとかなったら、信用リスクはなくなる、少なくなるわけですけども、取引所取引と違ってそういうことは普通しないので、その時になって、実際に交換、自分が得したのにもらえないという可能性があるわけですね。自分が本来だったら得してたのにもらえないという可能性があるというわけです。ですから信用リスクがない場合には基本的に価格は同じように決まるというふうに考えられますよね。最低取引ができますので、現物価格と先物価格は連動するわけですね。そうじゃ大きく乖離する場合には安い方で買って高い方で売れば儲かるので、同じように先物の先渡しも同じように決まるんですよという話です。で、店頭取引所、店頭取引と取引所取引の、違いをまとめると、例えば、左側に先渡し取引、つまり店頭取引、右側が先物取引、つまり取引所取引と見ると、まず先渡し取引では2社間で私的に契約内容を決定します。ですからどの時点でどういう条件で渡すとか、そういうのは全部個人、その2人の間で合意すればどんな契約内容でもありですよね。で、そのね、株式のセットでもいいですし、何でもできるよと。例えば極端なし20年先に交換するって約束でも、本人さえ良ければいいわけですよね。ですが先物取引っていうのはいつ渡すかっていうのはもう決められてて、取引所は決めてて、受け渡し日は2ヶ月ごとねと、10月末と12月末と来年2月末ととか、そう決まってるわけですね。で、取引される財も金の先物だったら金純の 99.99% と決まっていると。一方先渡し取引だったら 99.98% で契約してもいいですよね。ちょっと純度が悪いやつを。そういうようにして契約内容の自由度が高いのが先渡し取引です。で、売買対象が標準化されているかされてないかで違います。で先物取引だと、標準化するわけですよね、99.99% とかね。そうしないと 99.99% の金の市場と 99.98% の市場と 99.97% の市場といっぱい上場しなきゃダメになってきますよね。ですからもうまとめて、もううちは 99.99% で金欲しい人はここにまとめて注文してくださいとしないとスカスカになっちゃいますね、各取引が。でまとめればいっぱい注文が集まってくると。一方先渡し取引はいろんな人から注文を集めようとかそういう必要はない
なくて個人個人でやる取引ですので、売買対象というのはその売り手買い手の間で合意さえすればそれでいいですよというのが先渡し取引です。で最後に、生産ですけども、最後に生産すると、例えば将来この時点で交換すると、その時に初めて交換するというのが先渡し取引ですし、日々生産して値上がりして信用リスクを減らそうとするのは先物取引になります。そして先渡し取引は、その、交換する約束の日に受け渡ししたり、あるいは先に決済でもいいんですけども、そうなるんですが、一方先物取引は基本的には、反対売買ですね。東京の倉庫に金取り行くの大変ですから、ワンクリックで反対売買しておしまいと、先渡し取引だったら例えばね、受け出しや高知の業者同士でこう、契約すればいいですよね。だから受け渡しもあるし、先に決済してもいいですよね、合意すれば。最後に、信用リスクについて言えば、店頭取引では信用リスクがあるんですが、取引所取引では取引所が相手になるので信用リスクはないというわけですね。先渡しだと相手が誰か次第ですよね、という特徴があります。さて、これで金融商品の取引用法を述べたところで、スワップについて、今日のメインの話であるスワップのお話に行きましょう。でスワップって何かというと、基本的にはこの2つを交換する契約がスワップですよと。でそれ何かというと、複数時点のキャッシュフローのセットですね。1年後にいくら、2年後にいくら、3年後にいくらというこういうセットと、同じく1年後にいくら、2年後いくら、3年後いくらっていう別のキャッシュフローの別のセットと交換するというのがスワップです。で一番シンプルな例としてはプレーンバニラスワップと言われるもので、プレーンバニラっていうのはアイスクリームの、一番シンプルな味っていう意味で、シンプル、混じり気のないシンプルなスワップみたいなね、そういうイメージだと思うんですが、で、それ何かっていうと次の2つのキャッシュローの組の交換ですよと。で片方が固定のキャッシュフローを払いますよと。でそれはもう今確定しちゃうんですね。あなたは1年後にいくら、2年後にいくら、3年後にいくら払ってくださいよと。でもう片方はですね、その時の条件次第で、額が変わるようなキャッシュフローですね。その時の相場に応じていくら払ってくださいと、それを交換するんですね。交換するってことは、例えば固定を受け取る側になったら、固定でキャッシュフローを受け取って、あらかじめ受け取っ決まった額を受け取って、でその時々の変動する額を相手に渡すというものが、プレーンバニラのスワップで、最も利用されているスワップです。デリバティブです。先物とかね、先渡しとかオプションよりも最も使われていると。でもうちょっと具体的にいきますと、じゃあこの固定と変動点で、より具体的に金利の場合には、金利のプレーンバニラスワップだと次の2つのキャッシュローを交換します。でそれは1年後、2年後、3年後とかね、その複数時点の固定金利のセットと、例えば1億円の 5% の金利を片方が毎回出すと、で毎回出して相手に受け取ってもらうのね。で一方もう片方はその固定金利を受け取る代わりに1年後、2年後、3年後と、その時点のその時に分かる、初めて分かる変動の金利を渡すんですよと。1億円の何パーセントかというのを渡すと。だからこれ、一方的にどっちか得する感じではないですよね。その時の金利が高くなれば変動を受け取る側が得だし、金利が安くなれば変動を支払う側が得ですよね。で固定金利っていうのはもう金額確定してますんで、で、どうなるか次第で、どっちが得か変わると。で、その時点の将来の金利の予想をもとに、どっち側に立っても得でも損でもないように固定金利が変わるっていう感じかな。
将来の変動金利考えると固定金利 5% だと高すぎるよと、じゃあ4にしようとかね、そうやってその時の人々の思惑次第でその2つこのセットが同じ価値になるように固定金利が調整されるという感じです。で、単に金利スワップというと基本的にこれを指して、でそのじゃあ変動金利って何かって何によって決まるのかというと、まあ、ちょっと今後どうなるかわからない、数年後にもうライボーなくなるとも言われてますが、ライボーというですね、今の基準の金利はいくらですよというのが日々公表されていて、それをもとに、変動側の金利を決めます。でライボーとは何かというと、ロンドンインターバンクオファーレートとのその頭文字でライボーですね。でこれはですね、ロンドンで、まあ、世界の特に通貨の中心地ですね、ロンドンなんですね。ニューヨークでもなくて東京でもないと、ロンドンだと。まあなぜかというと地理的な問題ですよね。ちょうど日本の、夕方ぐらいになったらロンドンの市場が開いて、でロンドンが閉まる前にニューヨークが始まるということで、ちょうどその、東京とニューヨークの間にあるので、間というか、まあ、真ん中にあるので挟まれたところにあるので、かぶってくれるんですね、その三大都市の営業時間が。という物理的な理由でロンドンが、この通貨については世界の中心になっているわけですけれども、でそこで、銀行の人たちが集まってですね、毎日営業日の11時に今の金利はいくらだろうかというのを相談するんですね。まあいくらだと思うかというのは、まあ、投票して決めるらしいですけども、でそこでなんか不正が行われているとかね、わざと高めに操作されているとか、まあ、そういう問題になっていて、もうこれやめようって話に、なってて、まあ、2年後とかにはなくなるとか言われてますけども、まあ、とにかく現状ではこのライボーというのが使われますよと。でこれは銀行の間で貸借する時の短期的な金利、短期というのは最大12ヶ月1年ですね、のこれを銀行の人たちで集まって決めるわけですね。で銀行の間での貸借っていうのは、一応信用できるので、まあ、実際の貸し借りはそれよりも高くなるんだけれども、銀行間でのまあ最も有利な条件での貸借の金利ですね、それが、このライボーというもので、でイギリスポンド、アメリカドル、円、ユーロ、スイスフランと、まあ、これらの通貨が1日、例えば日本円を1日間貸し借りするんだったら、今日から1日間貸し借りするんだったら金利いくらだよねというのを決めて公表するんですね。今日から1週間だったら1週間後に金利いくら払ってもらいますよと、今日から1ヶ月後だったらと、でそれらをポンド、ドル、円、ユーロ、スイスフラン、それぞれについて日々決めるんですね。今日が始点となった、貸し借りの金利はいくらですよと。でそれはだから、例えば1年後にまたいくらになってるか分かんないですよね。今日から1年後までの金利は分かるけれども、1年経ってからじゃその時点から1年後の金利って分かんないですよね。ということで、まあそれ変動してるわけですよね、日々。こう日々公表されるんだけども、日々変わっていくので、まあ、変動金利、金利が変動していくわけですね、その時の経済情勢によって。でじゃあ具体例いきましょう。例えばですね、A 社と B 社の間の金利スワップの例を考えていきますね。でまずですね、想定元本というのを決めます。で例えば金利何パーセントって言っても、いくらの何パーセントなんだっていうので問題になりますよね。だから実際にその1億円、例えばね、想定元本1億円だったら1億円を貸し借りするわけじゃないんだけど、 5% っていうのは1億円の 5% のことですよというようにして、両者で一旦決めます。そして例えば A 社が年に1回その時点のライボーを受け取ると、その時点で1年後に、今日のライボーがまず分かりますよね。今日から1年間貸し借りした時のライボーが分かると、それを1年後に受け取ると。で1年経ったら1年後の朝にまたロンドンで1年後のライボーが決まりますよね。それを2年後に受け取ると。で2年後にはまたその時点のライボーをが決まるので、それを3年後に受け取るというようにして、A 社はライボーを受け取っていくと、 B 社からね受け取ると。一方それのに対して、ただ金利受け取るだけじゃ
ただ自分が得たんだけですよね。代わりに交換として年に1回 5% の金利、1億円の 5% なんで500万円ね、これを毎年毎年6年間払うと、こういう交換の契約です。でこういう6年間の金利スワップ契約を例えばね、2019年7月19日朝のライボー判明直後に締結したとしましょう。そうするとどんなキャッシュローになるかというと、19年7月19日にその日の朝のロンドンで決まった1年間の貸し借りの金利、円の貸し借りの金利が 4.2 と決まったとしましょう。そしたらじゃあ今から1年間は想定元本1億円の 4.2% の金利ですよねと。で A 社は固定を払う側ですんで、まあ基本的に、ね、固定で言いますね。固定をペイするか固定をレシーブするかと。だから固定払い側ってことは変動受け取り側ってことね。固定受け取り側ってことは変動支払い型と逆ですよね。で A 社は固定支払い側なので、今後6年間にわたって毎年毎年想定元本1億円の 5%、 もう 5% っていうのはね、2人の間の契約で決まったのね。でその 5% を払い続けなきゃいけない、もうそれは確定なんですね。だから1億円の 5%、 500万円を6年間にわたって毎年毎年払うと、それを書いているのが固定キャッシュローと書いてあるところのマイナス500です。一方今の時点でいくら受け取れるかっていうのは決まってません。1年後だけ決まってんですね。それはその日のライボーが 4.2 って分かってんで、で、1年後に1億円の 4.2% を420万円を受け取れる、ここまではこの2019年7月19日にもう決まってんですね。1年後にこうなる計画だというのはね。ですからまあ厳密にはですね、この、420を受け取って500を振り込むわけじゃなくて先に決済をするわけですけども、だから差し引きでもう A 社はこの契約成立した時点で1年後にマイナス80万円というのはもう決まってるんですね。これ決まってると。でじゃあ1年経ちましたと。1年経って2020年7月19日になりました。で約束した通り80万円を支払っておいて、でまた2020年7月19日の朝にロンドンで日本円を1年間貸し借りした時の金利はいくらですよというのが決まりますよね。それが 4.8% だったとしましょう。そうすると1年後に480万円を受け取れるというのが決まるんですね。一方500万円払うというのはもう確定してて、だから、今日この時点で1年後に差し引き20万払うというのが確定するわけですね。さて2021年の7月19日になりました。今ここと。そしてその時に20万払わなきゃいけませんと。でその日の朝ロンドンで金利が決まりますよね。例えば 5.3 になったとしましょう。そうすると1年後に530万円をもらえることが決まりますよね。だから今この7月21年の時点で1年後に30万円もらえるのが決まるんですね。でじゃあまた1年経ちましたと。30万円もらって、ほんでその日の朝に 5.5% というのが決まって、今ここと。ほんで、その日の朝に 5.5 って決まるんで、1年経ったら550払うというのが決まって、1年後のキャッシュローが50万円プラスですよというのが決まって、ほんでまた2023年になったらその日の朝に日本円の1年間の貸し借りの金利は 5.6 だよというのがロンドンで公表されて、これはだから分かんないですよ、 5.6 というのはね、 今はその時になって判明するんですね。だから変動金利なんですが、で560万円もらえるのが決まって、60万円もらいますよと。でそのまた今この時点になるとロンドンで金利が決まって、590万円もらえるというのが決まって、で1年経ったら90万円もらっておしまいですね。というのがこの固定払い側と、固定払い側のキャッシュローで、
固定受け側は全くプラスとマイナス逆ね、そういう契約になります。例えばですね、今最初の契約時点だとしましょう。じゃあここいくらになるでしょうかと。分かんないよねこれ、当然分かんないんだけど、ここのキャッシュローがどうなるかというのは、これ例えばまあ ST と書いておくと、これ次第ですよね。でこれが高くなれば、これが大きくなれば、これが大きくなるので、これが大きくなると。特にですね、 5% だったらトントンで、 5% より大きくなれば純キャッシュロー大きくなりますよね。 5% よりも、逆に 5% よりも小さければ小さければ、小さかったら5より小さければこれ500より小さいので、こうなってね、これマイナスになっちゃいますよね。でもこれ契約の時点だと分かりませんよね。じゃあ結局判明したのは 5.、 結果的に 5.3 だったんだけど、530万円もらって30ですよと。これを絵で描いてみよう。そうするとこれさっき言ったね、 ST ですよね、その時点で決まる現物価格みたいなものね。そんで 5.3 だったから、まあその1年後に30万円もらえますよね。 5.3 だったから1年後に30もらえるんですね。だからこれ横座標ね、横、さっきのグラフのね、こっち縦と。ですが違う値だったら、横がね、例えば 4.8 だったらこれはマイナス20ですよね。ってことはほら、これ見ると 5.3 だったら30もらえるし、結果的にね、結果的に 4.8 だったらマイナス20になりますよね。でこれはどれが起こるか分かんない、この横座標どれになるか、事前にはね、契約時点では分かんないということになりますよね。でなんかこのグラフ見たことありますよね。これってまさに先物価格が5の時の買い立てた時の図ですよね。ということでこれはですね、まあ、ある意味契約点の、スワップっていうのは、この一時点だけ見ると5が5というのを、交渉するわけですよね。固定でいくらにするかと、ライボーと固定のいくらを交換するかと。で5が成立したってことは、5が先物価格であるような、買い立て出るのと同じなんですね。で結果的にライボーが高ければ得するし、ライボーが低ければ損すると。ですがどれが実現するか分かんないというのがこの固定側払い側です。ですが違うのは、ただの金利、金利の先物と違うのは、これセットになってるんですよね。これがこういっぱいあるんですよ。6個あるんですね。これが例えばね、 S の、T って書いたけど2021と S2022 と、これはキャッシュフロー2022とキャッシュフロー2023、これがいっぱいあるわけですね。で全部こうなってて55と。でそのだからこれ先物5、毎期毎期5が先物価格であるような契約のセットになってますよね。でそれを買い立てたのが固定が、払い側というふうに考えることができるわけです。で、先金決済するって言ってたけどね、実際先物と同じく先金決済になってますよね。差額だけ受け渡しすると。じゃあ一方これは固定をレシーブする側です、ペイする側ですが、レシーブする側どうなるかっていうと、これ逆ですよね。プラスとマイナス逆になってるんで、これひっくり返すと、軸を中心にね。だからこれが B 社の固定受け側です。同じく2021年のに決まるライボーで、1年後2022年にいくら金利払うか決まるんだけど、5よりも高ければ相手に払わなきゃダメだよね。相手が30受け取るってことは自分は30払うってことですよね。
で5というこの契約、先物価格みたいなものが決まっていて、でその時に変動するライボー変動金利がどこになるか分かんなくて、それの実現次第で、得したり損したりするということですね。だから固定受け側のキャッシュロー、まあこれ一期間だけど、これは6個あるのね。6個あるキャッシュローっていうのは、先渡し契約の、まあ、先物と言ってもいいですね。まあ先渡しと何が違うかって言ったら、市場で上場されてるかっていうだけなんで、先物と同じように考えてください。で売り手の利得の図、売り立てた場合の利得の図と同じですよね。ですからこれもやっぱりですね、金利の、まあ、デリバティブなんですね、実現する金利に応じてキャッシュローが確定するような金融商品なんですね。それのセットというのが金利スワップの、プレーンバニラの金利スワップの実態です。で、金利スワップのですから、まあ一つの解釈としては、このキャッシュフローを N 回交換するんですね。今の場合6回交換すると、この金利スワップっていうのは受け渡し日が異なる N 個、6個ね今回の場合の金利の先渡し契約、まあ先物って考えてもいいですよ、あの違いは上場されてるかだけなんで、その契約のセット組み合わせセットでの取引とも解釈できるわけですね。そしてこの先金決済やっていきますので、先金決済ってこれのことね、あの受け取って払うってんじゃなくて、差額プラス30だよね、30をただ受け取っておしまい、これが先金決済の意味ね。先金決済ですんで、まあ先物と同じような先金決済で、先渡し契約と似てるんですよと。純キャッシュローね、この先金決済の額でグラフ書いてみると、固定金利に該当するのがどこで交わるかですよね、横座標と。それが先渡し価格に該当する、まあ、5と 5% というのが先渡し価格に該当して、先物価格と同じね、 F ですね。で横座標、これは現物価格に該当しますよね、スポット価格と。これが変動金利のライボーに該当すると。そして固定を払う側 A さんですね、これは、買い立てた時と同じですよね。払い側は先渡し契約の買い立てた人と。で、受け取る側はこれは売り手ですよね、売り立ててるのと同じと。受け側っていうのは、売り手ですよということで、先物のセットと考えることができるんですよというわけです。でスワップレートというのは何かというと、まあたかもこの先物価格みたいだって話しましたよね、この5というのは。これはねスワップレートと言います、先物価格みたいなものね。でこの変動金利、その時に実現する 現物みたいなものね、変動金利ライボーと交換可能な固定金利の水準、先物価格みたいなもの、これをスワップレートと言いますよと。例えば2年間の金利スワップ契約で2人で交渉してね、じゃあライボーといくらの金利交換するかと、じゃあ 2% にしましょうと。で 2% で成立した場合には固定金利、まあ先物価格みたいなのが 2% と、それと、交換される場合にはスワップレートというのは 2% で、2年間にわたって 2% とライボーが交換されるよと。で、2年間の場合には2だけど、じゃあ3年間だったらどうしようかと。それは今後の2人の間でライボーどうなりそうかっていう思惑次第ですよね。10年だったらどうしようかと。10年後はすごい金利上がりそうだから、じゃあスワップレート高めにしようかとか、そう変わってくるわけですね。だから何年間の金利スワップかと、何年分のセット交換かによってスワップレートというのは異なるわけですね。将来だんだん金利が上がっていくと思ってたらスワップレート高くなるしね、長くなればなるほどということになるわけです。セット販売なんだけど、毎年毎年適用されるこの交わる点っていうのは、例えば6年だったら6年間共通で使わなきゃいけないので、それを1個決めるんだけども、交渉で決めるんだけど、それは何年セットかによって異なり得るんですよという話ですね。でこういう先物契約をセットにしたのがスワップと。
原資産が金利であるようなセット交換をスワップと考えることもできるし、また別の解釈をしてみましょう。金利スワップでキャッシュローをさっきのね、例えば結果的にこうなるんだよという話ありましたけども、想定元本1億円って言いましたけど、別に1億円の交換なかったですよね。っていうのは、1億円っていうのは 5% が何円の 5% かを計算するためだけに想定的に想定されている、仮想的な数字ですんでなかったんだけども、全部金利の交換でおしまいなんだけど、じゃ仮に最後の年結果的にね、これが実現して、まあこれだけ分かってるのね、契約するときはこの朝の時点で分かってるから、これは分かんないんだけど、結果的にこうでしたと。で、最後の年にこの、まあ、590受け取って500払うんで、まあプラス90なんだけど、90順で受け取れるんだけど、まあ背後に、おまけでこう、まあ、1万が付け加わってたと考えましょう。想定元本を1万と金利590受け取って、想定元本1万払って500払うと、そういうふうに考えても結局順は同じですよね。これ1万付け加えても、そう考えるとこれ何かのキャッシュローに似てますよね。これ何か、これは変動の金利の債券を持っているときにもらえるキャッシュローですよね。1年後にその時の、変動の金利をもらう、まあ厳密にはね、今決まる1年後の変動金利をもらうと、2年経ったらその時の変動金利をもらうと、最後に金利と元本をもらいますよと。だからこれ変動の債権をあたかも持ってるわけですね。この固定を払ってる側は固定を払う代わりに変動の債権のキャッシュローを受け取ると。ってことは、これ想定元本のやり取りを追加すると、この金利を固定金利払う側ね、この人のキャッシュローっていうのは、まず、こっち先やろうか、変動利付き債を相手から受け取ります。代わりにこっち側見てみると、これ何のキャッシュローかっていうと、自分が発行した 5% の固定金利での債権を相手に持たれた時のキャッシュローですよね。相手が1年ごとに500って書いたクーポンを持ってきて、お金と交換してくださいって来るわけですね。で、それが金利支払いに該当して、毎年毎年500払って最後に元本と500を払っておしまいと。ですからこのスワップ契約というのは、相手が発行した変動金利の債権を受け取って、代わりに相手に固定金利の債権を渡すと。で、それの利子をお互いやり取りして、最後元本をやり取りすると考えることもできるわけですね。ということで、これ自分は相手に固定利付き債を渡して、交換で変動利付き債を受け取っているというふうに、固定を払う側の人のキャッシュローは解釈できるわけです。じゃあ固定受け取り側は何かっていうと全く逆ですよね。逆に、固定の金利の利付き債を受け取って、変動の利付き債を相手に渡すという状況なわけですね。ってことですんで、変動金利と固定金利のスワップっていうのは、スワップレートと同じ、まあ毎日、スワップレートと同じ、これは交渉によって決まる先物価格みたいなやつですよね。これの利付き債と、その時々で決まる金利の支払いの変動利付き債、これを自分と相手で交換していると解釈できるわけですね。というのがまた金利スワップの別の解釈になります。で、2人の間では、まあこの交換ね、債権を交換するっていうんだけれども、交渉するんだけど、じゃあ何交渉するかっていうと、じゃあ固定のクーポンいくらにするというのを交渉するんですね。で、変動利付き債は、ライボーで決まるというのはまあ固定で、じゃあそれと交換可能な固定金利いくらにしようかと、 5にしようと、じゃあ5だったら、じゃあ俺受け取る側になりたいわと、じゃあ私払う側になりたいわと、やって2人の間で合意できたら交換が成立すると、そういう流れになるわけです。というのがスワップの、キャッシュローなんだけど、これを使ってですね、投機をすることもできます。
どうするかっていうと、この将来の金利分かんないですよね。でこれあたかも現物価格が上がると思っている人は今先物で買い立てて、儲けようとするのと同じようなことができるんですね。っていうのも、ライボーとスワップレートはこれ連動するわけですね。あの現物価格と先物価格が連動するよっていうのと同じでね、連動するので、将来の金利が上がると、その上がった後以降に交渉成立するスワップレートというのも上がるわけですよね。だからね、将来新しくもう金利もっと上がりそうだ、当初思ったよりもと。じゃあその後にスワップ、金利スワップするとしたら、ライボーと交換に合意するスワップレート、固定金利って上がんなきゃ嫌ですよね。そうしないと誰も固定を受け取る側になりたがりませんよね。ということで、現物と先物みたいにこれは連動していくんですね。ってことは、変動、金利の変動にかけた投機を目的にスワップに参加することもできますよということです。ちょっとね、これ具体的にやってみた方がいいと思うので、こんな、で、どうするかっていうと、金利じゃない、金の先物と同じで、将来金利が上がると思っている人は、買い立てるんですね。買い立てっていうのは、上がると思ってるから、こっち側なんですね。で、つまり固定払い側になると。将来金利が下がると思っている人はこっち側になると。売り立てると。固定受け側になると。いうことです。で、上がると思ったら固定払い側、つまり売り立て側になって、あ、ごめんなさい、買い立て側になって、下がると思ったら売り立て側になると。いうわけですね。で、どちらの場合も先物と同じで予想が当たれば、正のキャッシュローを実現できるということになります。で、それを狙って、金利スワップに参加するという投機家がいると。まあそういう人がいるおかげで、まあギャンブルなんだけど、そういう人がいるおかげで、実際にスワップで得したい、得というか、ヘッジしたいという話ですね。そういうことをしたい人も相手を見つけることができるんですね。で、金利リスクどうやって、金利スワップをどうやってリスクエッジに使うかっていうのは、次回というか2限目にありますが、ちょっとそれはとりあえず置いときましょう。で、実際にどうやって投機するかっていうのを見てみますね。例えば投機家の A さんは将来金利が上がると思ってます。で、ある日の朝、例えばね、今日の朝、銀行 AX を相手に想定元本1億円固定金利を支払って変動金利を受け取るというスワップ契約を結んだとしましょう。で、この人上がると思ってるから払い側になるんですよ。上がると思ってるとこれやればいいので、ね、払い側になるんですよと。で、結んだとしましょう。だからこの朝の時点だと将来のライボーと交換可能な固定金利っていうのは5だと市場では思ってるんですね。ですからそれが相場というか、その時の適切な値段だと。で、この朝のスワップ契約だと、5と毎年 5%、1億円の 5%、つまり500万円と1億円の、まあちょっとね、これ何らかの値ね。まあこれもう確定してんだけど、例えば 4.8 とかね。こっちは分かんない、分かんないと。分かんない、分かんないと。そうするとこれ480万とかね。例えば 4.8 だったら。4.8% ね。ってことは、その日の朝の段階で 5% で合意したってことは、この500万円3個のセットと、この、例えばね、480万円とクエスチョン万円とクエスチョン万円のセット、これが等価だと思うから、市場では等価だと思われるから合意できるんですよね。ですから、これ、わかんないんだけど、市場ではこれと同じだと思われてるんですね。で、ここで人々の予想が変わったとしましょう。あ、だからね、これ、この A さんは、ライボを払う側ですから、ごめんなさい、ライボを受け取る側ですから、これプラスで、これマイナスね。で、等価だから交換して、型を受け取ったら型を払うという側になったんですね。で、ここで朝からちょっと時間経ちましたと。昼になりましたと。で、なんか、金利もっと上がりそうだぞと将来。
つまりね、これもっと高くなりそうだと思ったとしましょう。もうこれはもう分かっちゃってるね、朝に。つまり、ライボが上がるから将来受け取る額も上がりそうだぞと。なったら、将来のライボ用、ライボは朝の予想よりも高くなりそうだと。人々が将来予測を変えたとしましょう。そう考えたら、もう 5% とライボを交換できないですよね。っていうのも、将来もっとこれもらえそうなんで、朝だとこれ10日だと思われてたんだけど、もっと金利が上がるからもっと変動受け取る側もらえそうだぞと。ということで、新しい市場の評価はこの不等号みたいにね、こっち側が左側が大きくなったとしましょう。そうしたらもう昼以降は誰もこれを受け取ってこれ払うって言っても誰も合意してくれないんですよね。そんなんだってこれもっと大きいはずだから、もっとこっちが高くならないと、固定が高くならないと合意できないよと思うわけですね。ですから昼になって人々の予想が変わったら、もはや500じゃなくて例えばね600とか、より高い固定金利とだったら交換できるよというようにして、市場の相場が変わるわけですね。もう高くなっちゃったからね、朝の予想よりも。だから今後は以降イコールになるのは600ぐらいですよとなって、朝だと、朝の規約だともう誰も合意してくれないんですね。だからこれが今後の相場になったと。今後のスワップレートは、3年の場合のスワップレートは 6% になりましたというわけですね。ってなると、この人は得するんですね。この A さんはどうやって得するかっていうと、もうこれ6になった瞬間に反対のスワップ契約結ぶんですよ。これ最初のやつね。 A さんは朝の相場5払ってライブを受け取るよと思ったんですね。ですが、今後人々の予想が、今後は 6% がライブと同じぐらいだろうと、交換可能だろうとなったら、即座に別の誰かと、まあ、手締まいとかないんでね、市場と違って、別の誰かと逆向きの金利スワップ契約を結びます。でも以降は、昼以降は6ですよね、相場だから。今度は6を受け取る側になるんですね。でライブを払う側になると。そうするとどうなるかというと、これもう同じ日なんでね、1年後同じ日ですよね。だから1年後の同じ日に6受け取って5払うんで、1儲かりますよね。 1% 分1億円の、つまり100万円儲かると。一方、それがね、これ想定元本の 6-5 イコール 1% の純キャッシュロー獲得が確定するんですね。まずスワップレートはこれ確定なんだけど、これもこれ同じね、1年後は R0、 今日もう決まってる額ね。で1年後のロンドンでまた発表されますよね。で1年後受け取る契約してるんで、 R1 受け取る代わりに R1 払わなきゃいけないと。でこれイコールね。で2年経ったらまたその時のロンドンで相場が決まって、払うべき分は全く同じ額を受け取るので、これプラマイゼロになりますよね。ということで、ライボの上昇は受け取りと支払いで相殺されるしね、下がった場合も上がった場合ももうこれはチャラになるんですよ。だからある意味こう考えてもいいよね。この X さんにも代わりに支払ってもらってるって考えてもいいよね。どうせ自分受け取って渡すだけなんで。ということで、この人は3年間確実に 1% 分儲かるんですね。でこれ投機に成功したケースです。でこれをまた、さっきの表で見てみると、これ朝の契約ね、朝のスワップ契約は変動を受け取って固定を払うと。で固定のね、この500は 5% よりも上がると思ってるんですね。で予想通り上がりました。で昼は逆向きの 6%、 新しいスワップレートを 6% で契約しますよとなるわけですね。そうすると毎年毎年1年後に発生するキャッシュローいくらになるかというと、まずこれとこれはチャラですよね。さっき見たみたいに受け取ってそれをそのまま相手に渡しゃいいと。もうこれはもう金額確定してるけどね、朝もう
時点ゼロの朝ですんで分かってるんで、まあ、それは確定してるからいいんだけど、まあ、とにかく、1年目100万円もらえるよと。じゃあ2年目これはまだ分かんないのね。じゃあこれが上がったとしよう。上がったら確かに払う額上がるんだけど、新スワップ契約でね、こっちの契約では。でももう受け取る額も上がってるから別に困らないんですね。多くもらってその分をそのまま渡すと。ただし固定金利、これは得ですよね。もうプラスで確定してると。でまた3年後も同じね、上がろうが下がろうがもらった分をそのまま相手に渡せば契約が約束した通りにできるんで、で固定側のこれ得してますよね、100。ということで将来の金利が上がるか下がるかというのを予想して、当たったらこうやって得するんですね。当然逆向きに動いたら損するんですよ。でその損する例がこの B さんね。今度この人は下落すると予測してましたと。でこの日の朝のスワップレートは、同じくさっきと同じくね、5% と。で、想定元本1億円で、この人は下がると思ってるから売り立てるんですよね。売り立て側になる、つまり今回の場合には変動を払って固定を受け取る側になると。そうすると朝の契約だとさっきの A さんと逆ですよね。固定受け取って変動し払うと。で予想通り固定が下がってくれればいいんですけども、逆に予想に反して上がっちゃったとしましょう。これ A さんの場合と同じ数字でね、5から6に上がりましたよと。契約直後に予想に反してスワップレートが6に上がったとしましょう。そうするともうこの人損しちゃうんですね。でこの人ギャンブルしたいだけなんで、もう手仕舞いって言ってね、もう損をしちゃったのはしゃあないと。損切りしたとしましょう。と手仕舞いっていうのは、まあ、今後さらに良くなる方向に動くことを待つんじゃなくて、もう損したったのはしゃあないと、はい損で確定と。で決めちゃうんですね、もうその時点で。でそれで 6% で逆向きの契約したとしましょう。つまり最初変動受け取り固定支払い側だったんだけど、 B さんはもう6に上がっちゃったから、もうこれ無理だ、今回は失敗でしたということで、反対側の契約を結びましょう。で5と6交換してるのは同じね。さっき最初朝5で昼6っていうのはさっきの数値と同じね。でこれやるとどうなるかっていうと、 B さんは最初 A さんと逆の契約してたんだけど、昼になると6と交換になっちゃったんで、もうしゃあない、もうこれ諦めようということで、反対側の取引をして交換をして手仕舞いと。でこの人何が起こるかっていうと、まあ、100毎年損するで確定ですね。でこれは賭けに負けた側ですよね。まあ、こんなようにしてお金貸したり借りたりになって全く興味ない人でも、金利にかけることによって今後の金利の、ね、変動の予想をうまくできるんだったら、これをその、予想を当てにしたギャンブルができますよね。でこうやって、デリバティブが、まあ、ギャンブルにも使えますよという話ですね。で、金の値段の上昇下降にかけたギャンブルと同じで、金利の価格変動、金利の、まあ、スワップレートの変動ですねをにかけたギャンブルとして使うことができるんですよというのが、ここの話です。ということで、1限目の話まとめましょう。でまず、2種類のキャッシュフローのセットの交換というのがスワップですよと。で、基本的にはね、固定と変動の交換とかよくあるし、で後でやりますけども、日本円のキャッシュフローとドルのキャッシュフローの交換とか、そういうのもあります。とにかくこう2つのキャッシュフローのセット交換、セット交換というのは1年後2年後3年後とかね、そういうセットで、まあ普通はね、金利の場合には半年ごとが多いんだけども、まあちょっと話分かりやすくするために1年おきにやってます。でそういうね、何年間かのセットのキャッシュフローの交換というのがスワップです。でスワップというのは、店頭取引じゃなくて取引所取引、取引所取引じゃなくて店頭取引です。特にですね、このスワップっていうのはこう、銀行さんとかがね、こう相手になってくるんですね。銀行がうちはスワップを受ける場合には、固定受ける場合には金利いくらですよと、固定受ける場合には例えば 5% ですよと、 5% で受けれますよと、固定を支払う場合には例えばね 4.8 ですよと、まあ、理論上これイコールなんだけど、まあ、この
差をつけて仕入れ値と売り値で差額をつけて儲けるって感じですよね。まあそういうことをね、銀行がやって、1年間のスワップの場合にはうちは固定いくらですよと、2年間だったらいくらですよっていうようにして、また固定受ける場合はいくら、払う場合はいくらというようにして値段を提示して、その人相手に取引するんですね。あれと同じ、為替のドルに換える場合も同じだよね。ドルを、海外旅行行きたい人はドルをいくらで買ってください。でもドルを円に換えるときにはもっとレートが違いますよって言って儲けるんですよね。それと同じようなことをスワップでも銀行はやってるわけですね。ということで、取引所取引ではなくて店頭取引ですよと。で、金利スワップの基本的なやつは変動金利と固定金利の交換ですね。で、変動金利としては毎、日々ロンドンで今から、短期間ね、1年間とか半年とか1日とか日本円の貸し借りをする場合には今の金利は銀行間だといくらですよというのを公表するんですね。で、実際借りるときには、ライボーにあなたは危ないから 2% は乗せしてお金貸しますよとかなるんだけど、まあ、銀行間で信頼できる人同士の金利というのが日々交換されてるんですよと。で、この変動金利と固定金利の交換が金利スワップですよと。で、この金利スワップ契約において、ライボーといくらの固定金利を交換するかというのを交渉すると。それがあたかも先物価格を交渉するかのようになるわけですね。で、それをスワップレートと言いますよと。固定金利の水準ね。そして、金利スワップのキャッシュフローというのは、次のようなキャッシュフローと同じと解釈もできますよと。あ、満期日が異なるっていうのは、あれのことね。セット販売ってことね。1年後が満期日のキャッシュフローの交換とかね。2年目が満期のキャッシュフロー、金利の交換とかね。それのセットと同じですよという話ね。6年の金利スワップだったら6個のこうグラフを書きましたよね。満期日が違うこう6個のグラフで、こういうのをこう6個書いて、それのセット販売で固定金利がこの交わる点ですよと。という意味で、満期日が異なる。横座標の時間が異なりますね。1年後、2年後、3年後、4年後とかね。満期日が異なる複数の金利先渡し契約の組というふうに考えることもできるし、先物のセットってことね。また、想定元本を、加えれば、最後に加えれば、ただね、チャラになるので、実際には現れてないだけって考えれば、変動利付き債と固定利付き債を交換していると考えることもできます。で、まあ、通常、金融機関が金利スワップの仲介をして、スワップレートに差をつけて利ざを稼ぐという商売をしているんですよという話をちょっと、まあ、それではスライドでは作ってませんが、追加で話しましたと。で、金利スワップ市場っていうのは、スワップレートの変動にかけた投機もできるんですよと。将来スワップレートが上がれば、まあこれの場合にね、上がって損してるケースですよね。で、こっち側の人は上がって、あれ、上がって得してるケースですよね。まあこんなようにして将来の金利がどうなるかにかけるんですね。まあそういうギャンブルとして使うこともできるんですよというお話。でした。ということで、1限目は以上で、で2限目はじゃあこの金利スワップただのギャンブルなのと、これ使って何かいいことないのということで、また先物やオプションと同じくそれを使ってヘッジしようというお話について話していきます。